はい、皆様お疲れ様でーす。おっさっけーの塾長でーす。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は、軽く一杯107杯目になります。まあ、107杯って言ってもこれ今回5つあるんですよね。ちょっと今回は比較といいますか平行シーンをするために5つありますので、まあ、厳密に言うと1杯じゃなくて5杯、5種類あるというようなところですね。はい、今回のテーマはですね、ラムですね。蒸留酒、スピリッツのラム、サトウキビの原料のやつですね。それもキューバですね。そちらのラムの平行シーンになりますので、早速飲んでいきましょう。お酒の種類はラム、スペイン系統のロンですね。平行シーン、銘柄ハバナクラブのシリーズですね。原産地キューバ、アルコール度数が 37.5% から 40% にわたってます。ですね、こちらはですね、私の知り合いが、カリブ海あたりになんか旅行行かれたみたいでね、でそれでちょっとお土産にこう買っていただいたものでして、ありがたいのはですね、日本で売られてるハバナクラブ以外のものもちょっとね、このセットについてたっていうことなので、本当に私にとっては素晴らしいっていうか、とても嬉しいお土産を頂戴しております。ね、せっかくの機会なんでね、この5つを全部ね並行して試飲していって比較していきたいなと思います。そうですね、5つの方をちょっとね順次説明していただきますと、一番左から、これもう取っていこうか、取っていった方がいいね、これ箱からね、せっかくなんで箱から取っていきます。失礼します。取るのが下手くそですいません。どんどんあれですね、こうやって取れていきます。結構ね、この写真撮影のためになんでしょう、ちょっと頑張って並べてたんですけど、もうこれでね、もうそれの必要もないかなと思います。よいしょ。さあ5つの登場ですね。はい、ちょっと説明させていただきましょう。まず一つ目がこちらですね。こちらの方が、ハバナクラブアネフォの、ブランコですね。ブランコ、白っていう意味ですね。そして、こちらが、ハバナクラブのアネフォ3年ですね。3アニオスですかね。そして真ん中が、これが、エスペシャルですね。ハバナクラブアニェホエスペシャル。そして、こちら、だんだん色が違いますよね。こちらの方はですね、アニェホのレゼルバ、ハバナクラブアニェホレゼルバですね。そして最後が、ハバナクラブのアニェホの、7年ですね。セブンアニオス、7アニオスですかね。はい、というこの5種類をちょっと飲んでいきたいというふうに思います。この箱にもともと入ってたんですけどね。はい、早速ですけどね、もう5つもあるのでですね、1個1個入れて並べて飲んでいきましょうか。さあグラスに並べていきます。はい、では一番左のブランコからいきましょうね。ブランコ、おお、まあ、これぐらいにしとこうかな、とりあえずね。そして、これが、アネフォの3アニオス、3年ですかね。こちら、なんかいいですね、こうやっていろいろね、入れていくのは、なんかすごい楽しみですね。そして、今、ものすごいね、華やかな甘いバニラのような香りがしてます。アネフォのエスペシャルですね。うん、やっぱりこの辺からやっぱ色がねだいぶ違ってきますね。よし、まずはこのフィットくくりで、ちょっと並べていきますね。せっかくなんでね、こうと、こう、そしてこうですかね。そして4つ目が、
アネホのエゼルバですね。なかなか、色ですね。そして最後が、アネホの、セブン7アニオス7年ですね。よいしょ。お、これがちょっと開きづらくなってますね、今ね。あ、来ました。うん。だいたいいい感じですね。よし、これで入れることができました。せっかくなんで、こんな感じで並べようかね。はい、並びましたね。壮観ですね、こう並べますと。よし、こんな感じでしょうか、今日は。はい、うまく並ぶことができました。ちょっと後ろの方がええかな。すいません、ちょっとなかなか段取りが悪くてね、申し訳ございません。よし。さあ、早速ね、この5つが揃いましたね。さあ、いろいろね、試していきたいなと思います。はい、では、せっかくやからもっと綺麗に並べようかな。こんな感じでね、お互い見やすいようにした方がいいですよね。せっかく、こうやって綺麗にね、5種類ありますのでね。よいしょ、こんな感じかな。なかなかカメラ映り良くなってきましたかね。私なかなかこういうのセンスがなくてね、ちょっと申し訳ございませんが。2、3、4、これ最後がちょっとね、カメラに入らなくなりますね。まあそれはまあご了承ください。こんな感じにしておきましょうか。はい、そうですね。では早速ね、いただいていくことにしましょう。それであれですよね、ラムですね。ラムっていうのはですね、いわゆるサトウキビですね。特に今回のものはですね、RON なんで、ロンですね。ロンって書いてるかな？見えるかな？ ロンって書いてるんですけどね。ちょっと見えづらいかな？ちょっとね、あ、やっと見ません。すいません。右下の赤いラベル、L ロン。これが、ラム、スペイン系統のラムなんですけどね。昔ね、なんでしょう、宗主国っていうか、植民地大航海時代にね、スペインとか、いろいろカリブ海周辺に力を持ってたんですけど、その名残ですよね。サトウキビの配糖蜜を使用したラムが一般的になりますね、このロンデに関しましてはですね。で、今回のね、キューバもそうですが、プエルトリコとかドミニカ、ベネズエラなどの地域のラムが多いっていうところですね。でですね、代表銘柄、他の銘柄どんなあるかっていうとね、バカルディってご存知ですかね。よく聞いたことがあって、あとはロンリコとか。そして、スペイン系統で有名なものといえばこれですね、ハバナクラブですね。日本でもね、有名なのかなというふうに思います。では早速いただいていきましょう。アネホのブランコからいただきましょうか。すいません、こうやって持ち上げてしますね。はい、アネホブランコです。さあ、無色透明ですね。では香りを嗅いでいきましょう。そして飲んでいきましょう。そうですね、やっぱりバニラ系統の香りですよね。そしてバニラと、あとなんていうんですかね、このね、甘い糖蜜、蜂蜜みたいなですね、そういうような香りが混然と一体となってですね、華やかな雰囲気を出してますよね。この辺だとやはりあれですよね、隣の右の3年もそうですけど、有名なカクテルのモヒートですね。そちらの方もいただいてもいいかもしれませんね。そうですね。ああ、面白いですね。アルコールの強みとですね、甘みがドワってくるんですけど、酸味もあります。爽快な酸味があるので、非常に面白い、ラム、ブランコですね。そういう風に私は認識します。そしてその次ね、5つあるんで、テキパキ行きましょう。いつも段取りが悪くてすいません。はい、次は、アネホの3年ですね。ちょっとね、色がついてますね。淡い色っていうのかな、がついてます。では、香りを取ります。ああ、こっちの方あれですね。
先ほどのブランコに比べてですね、ちょっと熟、まあ、当然3年熟成してるんですけど、あのヘーゼルナッツとかですね、カシューナッツ、あとマカデミアナッツ系統のですね、そういう、くるみ系っていうんですかね、ナッツ系、そういう香りがしますよね。うん、あとちょっとね、なんでしょう、フルーツ的な、まあ、どっちかというと蜜的な感じですね、シロップ的な感じって言ったらいいでしょうかね。あとバニラっぽいですね。あ、でもどっちかというとナッツっぽいです、どっちかというと言いますね。うん、これはね、とろっとした甘み出ますね。とろっとした甘みがさーってきてですね、適度なアルコール感、シャープ感がありましてですね、うん、余韻も細く心地よく続きますね。あ、これやっぱあのあれですよね、あのバランス非常にいい、あの見た目はね、無色透明のブランコみたいですけど、熟成感が感じられるあの名酒ですよね。はい、そしてその次がエスペシャルですね。それをいただいていきましょう。そうですね、色は、まあ、この3つ比べたらいいのかな。やっぱりどうだろうな、左から、左が一番薄くて右が一番濃いっていうのが、ちょっと微妙ですけど、ご覧になられるかなと思うんですけどね。熟成、樽熟成がそこそこされてるというようなイメージでしょうか。さあ、いただきましょう。うん、このエスペシャルもさっきと同じこの、3年ですね。3年と同じような香りがありますね。うん。そしてあれですね、フルーツ的な、なんていうんですか、場合によっては溶剤的なイメージの酢酸エチル系の香りをちょっと感じるようなイメージありますけどね。うん。でも全体的に華やかでなかなかよろしいと思います。ああ、なるほどね。なんていうんですか、これに、まあ当然なんですけど、樽熟成したらこんな感じかなっていうイメージですね。樽系のおそらく、うん、樽由来のですね、タンニン系ですね、渋み系がちょっと感じられるようなイメージがあってですね、より複雑になった一品って言えるかもしれませんね。これはこれで結構通の人は結構好む味だと、私は思いますね。さあ、そして4つ目ですね。飲んでいきましょう。はい、4つ目はアネホのレゼルバですね。そちらをいただきましょう。さあ、どんな感じでしょうかね。うん、これもあれですね。もう琥珀がか琥珀色ですね。美しいですね。さあ、いただきます。そうですね。うん、やはりヘーゼルナッツ、カシューナッツ系で、先ほどの、エスペシャルと似てるような香りがありますね。まあでも似てる系統ですから、そうなるんで、そうなりますよね、やっぱりね。うん。やっぱり華やかな香りしますね。私もっと、樽の匂いプンプンとしてですね、なんかバニラとか、なんかものすごい、なんかね、そういう木の匂いとか、そんなするかなと思ったんですけど、意外にフルーティーな感じが先行しますね。そしてナッツ系統の香り。ナッツ&フルーティーっていう感じですね。ちょっと英語風に言ってみましたけど。なるほど。やっぱレセルバはやっぱりあれですね。樽熟成された感が強く出てますよね。よくね、ワイン、スペイン系だったら、ね、よくクリアンサとかレセルバ、グランレセルバ、まあ熟成期間、まあ樽ですね、樽の熟成期間によってそういう名称が変わるっていう規定が確かあったと思うんですけど、この、アネホのレセルバっていうのもですね、非常にですね、面白い、まあ樽の個性がよく出たね、イメージの雰囲気ありますよね。まろやか、いわゆる樽熟成っていうのは酸化熟成するにっていう意味なんですね。酸化熟成っていうのは酸素が結構入ってきてですね、でそれによってどん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 成分が酸化重合していくと、まあいう、そうですね、代表的なのはアルコールと、何でしょうかね、酢酸が合わさった酢酸エチル、よく登場しますけどね、そういうものを促進させるという、では酢酸はどこから出るかというとですね、樽から出るというような、そういう仕組みになってますね。面白いですね。でもあれですよね、全体的にはですね、まあ、南国イメージのラムっていうこともあるかもしれませんけど、なんかバナナのような雰囲気がどれもどこかしら感じますよね。
熟成果実っていうんでしょうか、そういうのもいいます。そしておそらく一番右のハバナクラブの7年ですね、そちらの方がまあ一番あのそういう個性が強くなるものなのかなというふうに想像してます。あの言い忘れましたね、アニェフォって何かっていうふうに思うかもしれませんね。アニェフォっていうのは英語で言うエイジです。熟成したとか、ね、年が重ねたとかね、いわゆる熟成の意味なんですけどね。すいません、それさっき言うの忘れましてね、大変失礼いたしました。さあハバナクラブ7年をいただきましょう。うん、やっぱり風格のあるような濃さの色ですね。さあいただきます。香りを取りましょう。そうですね、うん、やはりあのバニラ系とバナナ、そういうところと、あと熟成果実がね、あのしますよね。そしてあとはあのよく登場するヘーゼルナッツ、カシューナッツですね。あとはですね、結構スパイシー、やっぱりそうですね、タルっていうのは結構スパイシーなところもね、溶出したりするんですよね。スパイスが入ってるってわけじゃないんですけど、そういう香りがするっていうことなんですけどね。なかなか非常に複雑なね、あの風味、香りですよね。味わいも多分複雑だと思いますけど。さあ、いただきます。うん。ああ。糖蜜のようにシロップですね。甘い甘い感じがするんですけど、後からドライ、どんどんドライになっていって、非常にね、存在感のある余韻がずーっと残りますよね。これは面白いですね。まあ、どれもこれいいですわ、5つ全部。で、さらにどれもね、モヒートにしても、この2つがまずモヒートで美味しいと思いますよね。あとこっちもソーダ割り、いわゆるハイボール的な感覚で飲んでもね、とてもいいと思いますよね。でもせっかくだったら右の3つは熟成系はホットバタードラムとかですね、ホットバタードラムカウ、まああったかいお湯かあったかいミルクかに違う、あのの違いなんですけど、それでいただくっていうのも非常に面白いなと思いますよね。いやー、このラムっていうのもね、無色透明のものばっかりと私あの知らない時ずっと思ってたんですけど、このようにね、ハバナクラブで5種類ですよね。それぞれ作り分けをしてましてですね、一品一品がそれぞれあの全体的に似てるといえば似てます。当然あのラムですので、だからそれでもですね、その中でもかなり幅広いような雰囲気を出してるっていうところがラムの魅力のあの一つかもしれませんね。まあこれラム、今回ロンでスペイン系なんですけど、もっとね、普通のラムだったら RUM のラムだったらイギリス系と同じ、まあスコッチウイスキーのイメージですかね。あ、特に熟成系ですね。それを言ったのはですね。で、あとは RHUM のラム。そちらの方はあれですね、フランス系と、主にマルティニークですとかね、そういうようなあの AOC ありますよね。もちろんね、あの銘柄によってだいぶ変わるんですけど、今回は非常にね、勉強になりましたよね。はい、すいません。そろそろお時間になったようですね。この度もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今回はハバナクラブの平行シーン5つですね、をいただくことができました。全部アニェホです。アニェホのブランコ3年エスペシャルレセルバー7年というふうにいただくことができましたので、本当に、至福の時を過ごせたというふうに思います。では今回もありがとうございました。よろしければ次回もまたご視聴いただけたら幸いです。以上、お酒の熟成でした。ありがとうございました。乾杯。